ちょっと待ってよね、なんて言ったの今。好きになって好きになっても構わないの。ちょっと待ってよね、そっと揺れてる目に壊れそうに惚れかれてしまいそう。情熱それだけで魅力、一口でも取り返しつかない。シンクの花びらみたいに、ただ二人夜に